週末、たくさんの人でにぎわうのは、名古屋市を流れる山崎川の桜並木です。 2.5km にわたっておよそ600本の桜が植えられ、歩きながらじっくり桜を楽しむことができます。定年退職になってもう私24年目ですけどね、毎年来てます。今年の桜どうですか？あ、いいですね。明後日入学式だから。それはやばいだろ。写真撮りに来た。綺麗だね。来週4ヶ月になります。この子は初めてです。お家が近所なんですけど、来たことなかったんで、こんなに桜いっぱい咲いてるなんて驚きました。満開の桜が春の訪れを告げています。